長野線は、長野県長野市の長野駅から、同県須坂市の須坂駅と、同県中野市の新州中野駅を経由して、同県下高井郡山之内町の湯田中駅までを、結ぶ長野電鉄の鉄道路線である。以前は、長野線は、長野から須坂までで、須坂駅新州中野駅間は、加藤線の一部、新州中野駅湯田中駅間は、山の内線であったが、 2002年9月18日から運行形態に合わせて長野駅湯田中駅間を長野線とした。滋賀高原の観光輸送に加え長野駅新州中野駅間において長席時に普通、特急合わせて約5から20分間隔の高頻度運転を実施しており長野市近郊の通勤、通学輸送を本格的に担ってきた。 長野駅前後を照らした駅間は、途中に地下駅を有する地下区間となっている。この区間も開業当初は、田区間同様に地上に敷かれていた。同区間にある市役所前駅は、当時は三角屋根の駅舎で市民に親しまれていた。同駅の隣には1945年まで緑町駅が存在していた。連続立体交差事業によって、 1981年3月1日より地下化された。またこの区間を含む長野駅朝日駅間は伏線となっている。柳原駅、村山駅間の千曲川に架か,かる村山橋は鉄道道路併用橋で、橋梁の下流側を線路、上流側を国道406号が通っている。現在の橋は2009年に完成したものであり、それまでは、 下流側15メートルに1 9 2 6年に開通した急橋を使用していた。この急橋も平洋橋で道幅が狭く老朽化のため現在の橋を建設。2004年8月7日に車道上り線部分が開通。2008年12月22日に車道下り線部分が開通。線路部分も2009年11月9日より、 共用開始となった。線路部分は、長野電鉄発のロングレールである。また、長野駅、須坂駅、新州中野駅間の各駅と、湯田中駅には、自動券売機が設置されており、これらの駅では、自動券売機で、乗車券を購入した上で乗車することになるが、それ以外の自動券売機が未設置の中野松川駅、上条駅間では、 一部列車を除き車掌が車内券の販売を行っている。車庫は須坂駅にある。新州中野駅から湯田中駅までは最高40パーミルの急勾配が続く。終点の湯田中駅はホーム設置位置の関係で変速スイッチバック構造の駅だったが2006年9月から10月にかけて行われた改修工事でスイッチバックは解消された。 2007年には、一部の駅で未設置であった、校内自動放送設備や、電光掲示板などの新設工事が行われた。長野駅須坂駅、新州中野駅間には、朝夕毎時3から4本、昼間毎時1から3本程度の普通列車。新州中野駅湯田中駅間では、朝夕毎時2本、昼間は1 2時間に1本の普通列車が、朝方を除くと、 長野駅発10時12時18時20時台湯田中駅発11.13時台以外には、有料特急が運行されている。1998年長野オリンピック開催時には、観客輸送でも大きな役割を果たした。各駅停車に使用される8500系、電車各駅に停車する種別である。種別表示は駅によって異なり、普通もしくは、 確定となっている。一部を除いて、日中は、長野駅を発着する普通列車は、須坂駅、新州中野駅で、湯田中駅発着の普通列車は、新州中野駅で折り返す。全線で全車両の扉が開く都市型ワンマンを採用しているが、一部駅では運転士による、修札も行われる。基本的に全日同一ダイヤであるが、朝に,に往復に使用。 休日運休となる列車がある。ワンマン運転は、長野駅新州中野駅間は2000年10月より、新州中野駅湯田中駅間は2006年12月9日の、ダイヤ改正から一部普通列車で開始された。長野駅新州中野駅間は3000系、3500系、8500系ともに使用されるが、新州中野駅湯田中駅間は30の40。 パーミルの勾配が連続する急勾配区間であるので、そもそも即ブレーキ装備か同等のブレーキ能力が入線の必須条件である。よって、8 5 0 0系はそもそも即ブレーキの装備がない、ため当該区間に入線できない。なお、当該区間は以前は無人駅では一両目前よりドアしか開かない、方式だったが、2011年2月13日の、 ダイヤ改正に伴い当該区間も、無人駅でも全車両のすべてのドアが開くようになった。特急車両1000系、湯煙元大田急1万系村山橋を走る、特急車両2100系、スノーモンキー元、JR 東日本253系特急は、長野駅湯田中駅間の全線直通で、運行されているが、一部は、長野駅須坂駅。 新州中野駅間の区間運行である。過去には、須坂駅湯田中駅間を区間運行する列車も存在した。停車駅パターンの違いによって、A 特急、B 特急、のんびり号に分かれている。A 特急は、速達タイプで日中に運転される。B 特急は朝及び夕方以降に運転され、現行ダイヤでの本数は、下り A 特急7本、B 特急4本。 上り A 特急6本、B 特急4本。S 特急は、土休日のみに中1往復運転される。車両は、AB 特急では共に1000系、ゆけむりと2100系、スノーモンキーが、S 特急では1000系が、限定運用される。いずれも、全列車通販運転で、S 特急では別にアテンダントも乗務する。特急券は100円で、定期券利用客も、 特急券との併用で乗車可能。2021年7月より、A 特急については、湯煙の先頭車両と、スノーモンキー、湯田中型先頭の1号車が指定席となり、特急券の他に300円の座席指定券を要する。スノーモンキーには、個室、スパザルーンが設置されている。個室を利用するには、特急券の他に、個室指定券が必要となり、 2021年7月時点で、料金は一室1200円に設定されている。B 特急は2011年のダイヤ改正まで、新州中野駅湯田中駅間は、各駅停車で、この区間においては普通乗車券のみで乗車できる、特例があった。かつて特急は、A 特急、B 特急、C 特急、D 特急、E 特急の5タイプに分かれていた。 1957年3月の特急運転開始当時は、旧 A 特急相当の停車駅で運行されていたものの、現行の2タイプに整理された2000年10月時点においては、小布施が観光地として無視できなくなっていたため、旧 A 特急は事実上廃止となった。1000系導入前は全列車が2000系での運転だったが、2006年12月9日に言わせん。 K の導入により、A 特急は1000系、湯煙、B 特急は2000系と使用車両が分けられた。2011年2月13日のダイヤ改正で、B 特急の停車駅が変更され、新州中野駅湯田中駅間がノンストップ運転に統一された。これにより、新州中野駅湯田中駅間を普通乗車券のみで利用できる措置は廃止された。また、 同時に使用車両の区別も消滅した。同年2月26日、2000系に代わって2100系、スノーモンキーによる運転が開始された。2015年4月18日からは1000系、湯煙で、観光案内列車、湯煙のんびり号が一往復運転されている。この列車には、基本的に1000系のみ重当されるが、 検査等で運用できない場合は 2100K を使用して、スノーモンキーのんびり号として運転される。停車駅の変遷間内鉄軌動事業者、輸送実績より、長野線の近年の輸送実績を可評に記す。ありがとうございます。